約令嬢は溺愛ルートに入りました。星さん、主人公はナロー系ファンタジー学園で常に王太子にうざ絡みをする悪役令嬢の JK。 毎日の日課のうざ絡みを披露していたら、その時急に刑事が怒り、自分が元乙女芸大好きのアラサー魔女で自分が乙女芸の世界の悪役令嬢だと認識するイベントが発生する。主人公は実家が権力者、器量が良い、意外に利点のないクズ性格の JK であり、平民で根性マンで器量も気立てもマックスなメインヒロインのカマセイヌとしてのジョブを全うしたら、お家ごと金をベラさせられるというざまあ要因。昔の FPS ゲームの格言である、トイレが汚いおは綺麗な FPS ゲームは妖芸と呼ばれるように、おまんじゅう悪役令嬢格言だが、悪役令嬢の顔芸がお上手なコミカライズはいいシナリオという感じで、顔芸がクソ激烈にディモールとベネな作品。主人公の自分が悪役令嬢として自覚した後の性格設定も、竹を割ったようなカラッとした性格しているし、今まで粘着していた攻略対象に対して一切連合の情を見せないという感じが、オスでも面白おかしく読むことができる、上質な悪役令嬢シナリオ。メス文学系の悪役令嬢シナリオは、ワッチは今でも婚約者のことが好きで、アリンスみたいな一部多数のオスの読者にとってはノイズの要素が入るので、でも一部多数のメスの読者はその要素がいいらしいと思われるから、どっちのニーズをターゲットにするかという話なので、この漫画は前世で何回も周回した魔女の人族が、ヒーロー候補がエンゲージするクソヤバイベントを根性となりふり構わない弾力によって解決することで、無自覚逆ハーレムエンドに向かうという作品。事前に激ヤバイベントの詳細を説明して、それを事前開始した後とかのシナリオの作りがクソ秀逸であり、読者のカタルシスを解放するのがクソ上手。大変上質な悪役令嬢シナリオであり、オスも面白いと感じる味付けなので、ワンチャンアニメ化もあり得る作品。